さあ、行っちゃうよ。はい、どうも皆さん、こんにちは。もりもりです。今回なんですけども、今回は僕とセナの卒業後の就職した話、どんな仕事に就いたのかとか、まあ今どんなことをやってるのか、ということについて話していきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、まず僕の方から仕事を何してるのかっていう話なんですけども、現在は大阪で施工管理職として、ゼネコンで働いています。まあ、4月に入社して、5月、6月と今、研修しながら、まあ、仕事を今携わっていってる状態になっています。で、まあ、もともとは、まあ、デザインとか設計とか、まあ、そっちに正直興味があって、去年、4年生の秋頃は、インターン、設計事務所の方にインターンも行ってたんですけども、まあ、いろいろ経験した中で、まあ、最終的には、施工管理職を目指すことにしました。で、まあ、最近で言うと、まあ、4月は、まあ、社会人の研修みたいな感じで、みっちりこう、マナー研修だったり、新入社員の会社について知るみたいなことをいろいろやってて、で、まあ、5月に入って、まあ、技術的な施工管理とは、みたいな感じで、まあ、いろいろ現場見回ったり、まあ、仕事の内容を知っていったりして、まだ今研修なんですけど、研修しながらまあ仕事に触れていってるっていう状態になっています。後でまたセナの話も出てくると思うんですけど、僕は一般の企業、まあ、ゼネコンで働いているので、まあ、毎日会社行って、まあ、現場で仕事して、まあ、帰ってきてみたいな生活を今はしていて、まあ、そんな感じでここ2ヶ月ぐらいは働いているという状態になっています。現状で言うと、だから、まあ普通に社会人になって仕事をしている状態なんで、まああんまりこう変わった面白い話とかは特に正直ないんですけど、まあ社会人としてまあ毎日仕事に行くっていう感覚にまあやっと徐々になり始めたっていう。つい先月までね、学生だったんで、まあなかなかね、最初の方は学生気分も取れなかったんですけど、まあやっとだんだん、まあ仕事の方も、まあ少しずつ気持ちも切り替わっていってやってるような状態になっています。そんな感じで、まあ、毎日今は働いてるんですけど、まあ、YouTube に、まあ、これから、まあ、動画出したりとか、まあ、SNS の投稿が、まあ、セナより、まあ、だいぶ少なくなってくると思います。まあ、ただその本業をやりながらでも、まあ、できることっていうのは、まあ、こう陰ながらというか、まあ、裏でできることはやっていくので、まあ今後ともよろしくお願いします。ということで、まあ僕の方からは、とりあえず今、まあ、社会人になって普通に働いてるよぐらいの感覚なんですけど、もっと話そうと思ったら多分話せるんですけど、まあ、一旦、まあ、セナの方も動画あるんで、まあ、この続きセナの方から、セナ今何やってんのみたいなところで、まあ、きっとね、僕とは全く違うことやってると思うんで、まあ、その話に行ってもらったなと思います。はい、ということでね、モリモリから預かったんですけども、モリモリはまあ今は施工管理としてまあ現場に出ていろんなことまあ勉強してお仕事をしているということなんですけども、まあ各僕はですね、僕セナは東京に上京してきまして、一級建築士事務所の方で設計や施工管理でまあお仕事をさせてまあ学ばせてもらっております。もともとやってる CG パースの方は副業の方で今も継続的にやらせていただいてまして、で YouTube の方ももちろんこうやってこのままやって OK ということなので、 CG パースと YouTube とかまあ SNS の発信もやりながら今は一級建築事務所の方で働かせてもらっております。でですね、僕実はとあるインフルエンサーの方と同じ事務所の方に今所属しておりましてですね。まあ、そのインフルエンサー誰やと言いますと、一級建築士の TikToker といえば、翔さんという方なんですけども。え？あ、翔さん知らないですか？あ、翔さん知らない。なるほど、じゃあ翔さんに出てきてもらいましょう。どうぞ、翔さんです。ありがとうございます。お願いします。はい、ということで、TikTok をまあ見たことある人知ってると思うんですけども、知ってるでしょ、さすがに。知ってるか。一級建築士の中では一番フォロワーが多いですよね、多分。多分。多分そうですよね。翔さんの自己紹介お願いします。一級建築士で設計とか現場の管理しながら、TikTok だったり、Instagram の方で発信活動をしてます。建築士のあるあるだったり、建物の紹介だったり、なんかそういうのをあげたりしてるものです。普段からまあ僕のインスタグラムとか見ている方は僕のストーリーにやたらと出てくるんで、もう知ってるとは思うんですけども、まあ一応そういう翔さんと一緒に働いてもらっております。はい、でまあ実際この僕たちが今所属している会社はどういうことをしているのかといったところをまたちょっと翔さんにご説明します。
株式会社スクリプトブリッジといいまして、建物の設計から施工まで、最初から最後まで、提案から引き渡しまでできる会社の方で、今はアパートだったり倉庫の改修工事したりっていう業務をやっていながら、そういう建築の仕事をしながら、一方でドローンのスクール事業もやってて、僕はまだ免許取ってないんですけど、セナフも取ってて、でいろいろ建築の外壁の検査だったりとか、物の運搬、資材の運搬だったりとかでいろいろ使ったりしている。建築とドローンと掛け合わせて新しいことを大好きな僕らでやってるような感じです。確かにそうですね。僕と翔さんがおる時点でそういう雰囲気ですもんね。何かやりたいみたいな、何かワクワクしたいみたいな、ちょっとメジャー外れた人たちが集まった会社になってます。で、まあ、このメジャーの外れた翔さんですけども、 TikTok のフォロワー5万人もいて、この間 Instagram の方もまあ1万人いって、学生のフォロワーが多いんですよね、翔さんは。どっちかというとそうですよね。っていうのもあって、LINE のオープンチャットの運営もしていて、今何人でしたっけ？750人ぐらい。うわぁ、多いですね。確かに。もう入ってる人はわかると思うんですけど、毎日のように質問が飛び交ってて、すんごい活発なオープンチャットになってると思うんですけども、運営であったりとか、結構の頻度でオンラインとかオフラインのイベント織り交ぜた感じで、いろんな建築学生やったり、一級建築士の方であったりとか、その建築士がどうやって仕事してるのかとか、まあ、どういうな建築士がいるのかみたいなところまで、うん、いろんな人を紹介したりとかっていうイベントをちょこちょこやってます。で、最近よく話してるのは、それを踏まえた上でもっともっとイベントを増やしていって、しっかりコミュニティとしての力を感じで、僕は翔さんのお手伝いをさせてもらいながら、こっちの仕事も一緒に翔さんに教えてもらいながら話してもらってます。一応概要欄にオープンチャットと YouTube、 一応 YouTube もやってます。 YouTube 違ってますね。ショーツを一応翔さんが TikTok の方流したりしてるので、 YouTube の方と、まあ、Instagram の方ユニバーのやつめっちゃ回ってそっかあれ何10万再生言ってましたね。97万めっちゃ言ってるすげえすげえ、97万回再生ですか。それフォロー増えるんですか。ちょこちょこ増えてる。へえー、ということなんで、翔さんも多分いずれは YouTube の方に入ってきて、簡単に僕らの方のことを抜かしてくると思うんですけども、そんな感じでちょっと翔さんに興味あるなとか、知らなかったって人は Instagram の方もいろいろちょっと飛んでみたらいろいろわかると思うので、これからちょっとちょくちょく YouTube に出てもらったり、インスタの方はもう毎日のようにストーリーに上がって出てきてますので、まあ僕の方の Instagram の方もチェックしていただけたらなと思います。で、一応その僕と翔さんが今所属してるスクリプトブリッジなんですけども、求人の方も一応していまして、新卒でも中途でも大丈夫なんですけど、確かに業務委託として関わっていただける方、あと翔さんの SNS の運用とかもねあったりとか、まあいろんなことに結構関わる余地のある会社ですので、もし興味があったらそちらの方もこちらでも DM 送っていただければなと思います。で、あとドローンですねドローンを撮りたい人、東京であったらね、練馬区にありますので、ドローン撮りたい方であったりとか、まあ何かあったら、まあ僕らに連絡していただければなんとかなりますよということで、こんな感じでちょっと終わりにしたいなと思います。まあまたオフラインイベントやって、皆さんでちょっと一緒に喋ったりできたらなと。その告知もそうですね、とりあえずインスタはするし、まあ、僕の方であの投稿の方、まあ、YouTube の方では投稿とか、ね、告知とかしたりすると思うんで、とりあえずまあ僕らの今後に注目してくださればなと思います。で、ちょっとまあ長くなっちゃったんですけども、就職事情についてのお話を終わりたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いしますということで、今回の動画は以上になります。ありがとうございます。